はい、公暦2678年2月3日22時4分です。僕今、後藤輝樹非公式応援アカウントさんっていうのを、フォローしてるんですけども、最近、そこで、その方がツイートやリツイートをすると僕のタイムラインにこうそれが出てくるんですよ。それで僕で後藤輝樹関連のツイートが出てきたりするんですよ。その後藤輝樹非公式応援アカウントさんがチョイスしたものが、でそれで見てるんですけど、林さんもよく分かんないですけど、後藤輝樹さん神経質やめるんじゃなかったの、本来しょうもない煽りにいちいち振り返る必要性もない人だと私は思うの、正しい場面で冷静さを保てたならばマジで日本変えられる人だと思ってる。でそれに対する返信であって、しょうもない煽りにしょうもない言葉で返すからしょうもない人に見えてくるんですよね。もったいないな。政見放送は考えがあるんだなと見てわかるんですが、ツイッターのくだらない煽りへの返信はどうやらガチっぽくて、トークだけ見ていたい。できればそのトークももう少し円滑に。すみません、ちょっとトーク長くて申し訳ないんですけど、この神経質やめるんじゃないなかったのっていうのは、多分前に僕が動画で喋ったんですよ。今年の目標は神経質になりすぎないようにするっていう。僕神経質になりすぎないっていうのは、このなんていうんですか、ツイッターへの反応とかとは全く、リプライの反応とかじゃなくて、僕結構こだわる人なんで、何かこうと決めたらこういうふうに結構細かく考えちゃう方なんで、あんまり細かく考えると僕結構疲れるんですよ、やっぱ神経使うんで。だからあんまりこうギューッとこうね、そういう集中しないようにこうギューって言っても、こうあんまりちょっと神経質になりすぎない方がいいや、こんくらいでいいや、別にそんなに頑張りすぎなくてもこんぐらいでいいんだと、緩い感じでいこうっていう意味での神経質じゃなくなるっていうことなんですよ。なので別にそのツイッターのリプライのクソみたいなリプライに反応しなくなるっていう意味じゃないです。これからも僕はクソみたいなリプライがあったらもう確実に反応していくつもりです。でもその反応がたくさんありすぎたら僕はもう、リプライ見なくなります。以前もリプライ見なくなってたんですけども、ちょっとリプライ見るようにしたんですよ。結構前、いつかはない、1ヶ月2ヶ月ぐらい前ですかね、リプライ見るようにしたんですけど、だリプライ見て、クソみたいなリプライあったら、クソみたいなリプライとかハテナとクエスチョンマークとあったら答えるようにしてたんですけど、でクソみたいなリプライも僕は結構もうわざとやってるんで、クソみたいなリプライに対するその僕のそのガチ切れみたいなのもわざとやってるんで、もう怒るっていうよりも、まあ腹立つなって思いますけれども、そうガチ切れとかではなくて、なんて言うんですかね、強いツッコミみたいな感じなんですよ。僕なりの結構強めなツッコミで、僕からしたらそんな強い感じじゃないんですよ。僕結構口悪いんで、てめえふざけんなこらみたいな普通に言うんですよ。言いますけど、そんな初対面の人は言わないですけど、仲良かったら結構てめえなんだこの野郎みたいなあったりもしますけど、だから僕普段から口悪いですし、僕は口悪い政治家目指してるので、なんか政治家とかでよく、私はそれについて遺憾に思いますとか、なんだよ遺憾みたいな感じで僕は思うんですよ。だからそういう時、てめえふざけんなこの野郎って普通に言えばいいと思うんですよ。だから僕はなんかクソみたいなリプライあったら、てめえこの野郎って僕は言いたいタイプなんですよ。喜怒哀楽をはっきりした政治家になりたいわけなんですよ。だから何て言うんですか、だから結局ガツンと言わなかったら分かんないやつっているんですよ。アホだから、頭アホだから分かんないんですよ、リプライ。だからそういうクソみたいなリプライ、アホみたいなリプライしてくるんですよ。だからそういうやつに対して丁寧に接しても分かんないんですよ。だからガツンと言って、一発で分からせる。で、分かんないやつはもう俺相手にしないから。バカ俺相手にしないから。一発言って分かんなかったらもうそれで。だからペーターとか偉いと思うよね。だから最近ペーター絡んでこないけど、なんか犬のアイコンのペーター、なんか俺が結構ガツンと言っても、なんか結構可愛い返しで、俺ね、ああいうの好きなんだけど、だからなんかね、腹立つのが俺がガツンと言ったら、なんか変なクソみたいな皮肉みたいな言って去っていくやつも、ああいうやつね、大嫌い。
それだったらペーターみたいな、なんかちょっとウィットに飛んだ方がね好きですね。それかもう、あ、すいませんでしたみたいな、あ、これから気をつけますみたいなのが結構好きですね。だから僕は別に怒っててもネチネチしてないんで、カラッとしてるというか、こうガッて言っても怒るっていうか、まあ、ガッて言ってそれで、あ、はい、終わりみたいな、うん、だから強いツッコミなわけですから、うん、だから別にこれからもクソみたいなリプライとか腹立つリプライあったらもうガツンと、まあ、一発かまそうかなって思ってますし、だから別に僕一緒のカテゴリーに一緒にされるのは嫌だからあんまり言いたくないんですけども、例えば橋本さんっているじゃないですか、大阪の維新の会の代表だった橋本さんっているじゃないですか。橋本さんも口悪いじゃないですか。だからそういう感じだと思うんですよ、僕もなんていうんですか、だからだから結構その丁寧にやっちゃうと、丁寧に最初やっちゃうと、もう丁寧にやっていかなきゃいけないんですよ。なんか何かやるときも、あ、すいません、よろしくお願いしますから入んなきゃいけないんですよ。別にそこから入ってもいいんだけど、でも時に、なんだこの野郎みたいな、あーみたいな、結構ちょっと柄悪い方からガツンと行くことも、手段の一つとして僕は、有効だと僕は思ってるので、そういう選択肢の一つとして僕は持ってたいんで、だから丁寧な接し方も僕できますし、普通の接し方もできるし、こうガツンと上からガッていく接し方もできるし、そういうのを使い分けてるだけなので、うん、だからまあそういう感じの政治家を僕は目指しているので、これからもやっていくし、いやこれ問題ないので、そういう認識でいただけたらと思います。そもそもだから僕も政見放送でああいう感じでやってるんで、もう普通の政治家とはちょっと一線を画してるわけですよ。なので今更ね、なんか、あ、どうもみたいな、こうすごい、あ、まともな、どんだけまともなふりしても、もうあんな政見放送やっちゃってるわけだから、あのちょっとぶっ飛んでるやつっていう認識はもう消せないから、で入れ墨は消せるけど、今の技術であればもう消せないから、俺の政見放送も選挙ポスターも頭から消せないから、もうそれしょうがないから、そういうちょっとぶっ飛んだクレイジーな政治家だけど、まあだけど、まあそこそこ話せるし、そこそこまともだっていう言う手で行くから、まあそういう感じなんで、まあ、ちょっとね、トークちょっと長くなっちゃいましたけど、円滑にと言われたんですけども、まあ、こんな感じでね、まあ、これからもやっていくと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますという形で、ペーターまたね、面白いね、リプライ待ってます。また俺もね、腹立つねやつだったら、もう腹立つリプライだから上からガツンといくけど、でもまたね、ペーターのとの掛け合いね、結構面白いってね、テレビクラブで評判だったんで、またね、よろしくな、ペーター。ということで、以上、後藤輝樹でした。失礼いたします。